カナマリコ、彼女が離婚のまま子供を産んだことは、彼女のキャリアにおいて大きな転機となった。社会的な規範と戦いながら、彼女は母親としての役割を果たそうとしたが、子供の突然死は計り知れない悲しみをもたらした。子供の父親の正体に関する公にされない真実は、カナの人生における複雑な側面を示している。彼女は、父親の存在を隠し続け、一人で全ての責任を負うことを選んだ。この選択は彼女の強さと決断力を示しているが、同時に離婚の母としての孤独や苦悩も強調している。カナ・マリコの子供の突然死後、彼女はさらに大きな精神的な試練に直面した。社会からの圧力、周囲の視線、そして最愛の子を失った悲しみは、彼女の人生において消えることのない深い傷となった。この出来事は、未婚の母としての彼女の選択がどれほど勇敢であったか、そして同時にどれほど多くの挑戦に直面していたかを示している。